皆様、新年明けましておめでとうございます。エレガンスマダム、今年もよろしくお願いいたします。こちらはシャナナ TV より24時間常時放送でございます。ということで、もう新年にふさわしい素敵なゲスト様、ちょっと地味ですけどね、私が地味ですけど、ゲストさんちょっと今日やっぱめでたいから、そんな感じで そういうことですね。まだね、はい、誰かっていうのは後でね、前半でお伝えしたいと思いますので、それでは一旦 CM 入ります。 CM どうぞ。シャナナンバー、シャナナ TV 内でのプレゼント企画や1日番組パーソナリティになれちゃう抽選券をゲット。シャナナ TV を楽しんでいただくために、こちらご登録いただきたいと思います。はい、シャナナンバー、はい、こちらの方がシャナナ TV だ。あなたもワンデーパーソナリティになって非日常を味わってみませんか？ご登録はこちらから。ご登録者全員にシャナナステッカーをプレゼント。シャナナンバー、はい、皆さんお帰りなさいませ。それでは本日のゲスト様、お呼び込みしておりました。ご案内、違うもう、いけないね、新年からこんなことで。もうやだ、反省文だわ、後で申し訳ございません。ということでご紹介したいと思います。大魔神尺八の坂栄翔さんです。はい、出ました、おめでとうございます。おめでとうございます。いや、いらっしゃいませでございます。いや、はい、なんかね、はい、よく番組でお伝えしてます、うん、FM ギグね、はい、インターネットのラジオ局 FM ギグの方で、まあ、ステーションは違うんですけれども、うん、たびたび顔はなんかお疲れ様ですぐらいな、ね、はい、本当はね、初めてなの、こんな人話するのですよ ね, ね、はい、なんですけどね、本当に素晴らしい演奏、いつもね、いやいや遠目で見させていただいてるんですが、はい、まあ何をされてる方なのかというのは、ちょっとお写真ね、うん、1枚お出ししてみようと思います。今日の様相とだいぶ違います。いきます、せーの、じゃん、こんな感じです。かっこいいよね、かっこいいっていうか、なんか、はい、本当に私、バンさんと出会うまで、うん、はい、尺八は知ってました。知ってました、知ってましたけど、はい、知ってますよね、はい、生で見たり、あ、音を聞くことは、はいはい、本当なかった。まあまあ普通そうですよね。やっぱりですよ、ね、そういう感じ。うん、やっぱり関わりがあったら、まあそれそうなんでしょうけど、でもすごい渋いですよね。はい、どんなイメージありました、尺八って。あのね、はい、あのおじいちゃんがしてるっていう、ね、やっぱり年配の方がやってて、ね、はいはい、やっぱり歴史とかすごく深いから、うん、なかなか家系で誰かやってたりとかしてないと会う機会がないんかな。竹の縦笛やいうぐらいですよね。普通の、ね、はい、小学校とかで笛したことあるけれども、でもなんか、まあ、トランペットのようにというか、うん、簡単に音は出ないんじゃないかなっていう。そうなんですよね。そうなんですよ最初ちょっととっつきは悪い感じがあるんで、でも今日ちょっと持ってきていただいたので、はい、ちょっと形をまたね、おいおいね、あの、はい、タイミングで出していただいて構わないので、よろしくお願いします。いや、もうでも、ね、いろいろね、お聞きしたいことはあるんですけど、うん、はい、何でも聞いてください。聞きたいんだけど、まずね、こう音色を聞いていただく方がいいかなと思うので、今日はね、 VTR をいただいております。ね、1番の方をね、流していきたいと思います。それでは VTR いきましょうか、はい、VTR どうぞ。
ということで、はい、お聞きいただいたと思うんですけど、おしゃれだったでしょ。いや本当に、はい、あのなんかもっと古風な曲を吹かれるのかなって、多分漠然的に思われてる方も多いと思うんですけど、まあ元々は尺八始めた時はもういろんな流派が知りたくって、まあ、先生もまあ5人ぐらいはいるんですよ。なるほど。でこの流派したら あの流派どんなんやろみたいなんで、で、まあ、やっていきながら、うん、それで あとはあのこう活動するのにやっぱりこうバンドみたいなのとかがいいので、うん、ジャズもやったりロックもやったり、あと去年とかあのオーケストラとやったりとかね。なので何でもやります。でも逆に、はい、そこまで馴染むものなんですね、逆を言うと、うん、なんか硬いから三味線と、うん、みたいな本当に和のものだけ、うん、もちろんそれはそれであるんでしょうけど、うんうんうん、いろんな楽器とも全然和物だけでもなく、うん、そうなんですよ。僕尺八始めたのが大学の和楽器のクラブ、はい、邦楽部ってあの日本の音楽邦楽部に入って、はい、でそこで尺八を始めたんですけど、そうなんですね。 でそれまではなんかピアノやったりトランペットやったり、うんうん、洋楽やってたので、うんうんうん、最初から五線譜が読めたのと、なるほど、なので、まあ、あの古典をね勉強したら、うん、はい、それはドレミでは書いてないんやけど頭の中でも変換できてるんで、あ、だからそうなんですね、あのそのまま洋楽にあのあそこは教えてもらわなくてももうスッと入っていけたというか、もともとスキルをお持ちだったから、はい、じゃあもともとバンさん自体は、はい、幼少の頃からなんかピアノとか、そうなんですよ、ピアノとかなんかエレクトーンもやったしトランペットやったり、音楽をずっと関わってこられてる中の、はいはい、でもまあ今は尺八一本ですか、うん、尺八というかあの和楽器全般をやりますね、はい、例えばあの大学卒業してからは、うん、あの和太鼓のグループでヨーロッパ回ってたんで、でそうですか、だから和太鼓と、うん、あとはあの忍笛ってあの、はい、あ、わかります、竹の横笛ですよね、うん、はい、で、あれとかもやりますし、うん、はい、あと琵琶とかもなんか三味線もちょっとやりますし、いやだから全部なんか弾いていただきたいですね。すごいね、まあ、まあまあ和楽器を今は中心にね、じゃあもうご自宅には全ての楽器がある、はい、あ、いっぱいありますよ。でも一つじゃなさそうだね、琴も三味あるし琵琶も三味あるし三味線も三丁あるかな、まあ尺八だけでも30本ぐらい持ってます。すごいもうなんか大体質問したいことを今全部回答してくれたっていうような感じにはなるんですけども、はい、そのやっぱり尺八自体、うん、もう前半でねお話しした通り、うん、やっぱりすぐちょっと音が出ないっていうのがあるって、それはやっぱりいろんな楽器をしてきてでもそれは全く違うものなんですよね。そうなんですよ、だからあの、うん、最初音が出ないんでとっつきが悪いので僕もいろいろ教えたりしてるんですけど、最初がやっぱ大変ですよね、はい、ですぐクラクラクル言うてふーふーってなるんで酸欠になるからね。やけどそこの最初の部分をこう通り越すと、うん、まあ、曲が吹けていくんで楽しくなるんですけど、なるほど、とっつきが、はい、それって唇の動かし方はやっぱり全体、口の中も唇もどうなんでしょうね、うん、想像つかないね、ちょっと普通に立て、まあ、まあここに私たち、あ、いいですいいです、はい、ちょっとなんかこっちだけマイク下げてもらうか、 あるんですけどここに当ててあ、そうか、トランペットみたいにふーって全部こう何何ピースを加える感じではなくて、うん、下に、うん、吹く、はい、であのバンブフルートとかね、はいはい、あの英語で説明するとき言うんですけど、うんうん、フルートのように出すんですよ、うんうんうん、それの立てということ、まあ、ビール瓶をピューって鳴らすとかあるじゃないですか、はいはい、あのの方式なんですよ。ケーナとかもそうですけどね、はい、すごいね、これがね、横から見てると超簡単に出してる。これがね、ここの顎に当ててこう唇とちょっと離れてるんですよ、ここが、ね、分かるかな、だから離れてるからね、最初あのどうしたんやろって、こう、こうひっつけちゃったりとかするんで、あえて離してても、うん、そのだからここの感覚っていうのをまず捕まるとかねっていうのが、だからなんかね、あの最初難しいって言われますね、これは、うん、そうだね、うん、あの吹こうとするとやっぱりついてないとダメだと思っちゃいますね、うんうんうん、なるほどね、吹けちゃえば楽しいですよ、吹けちゃえば、はい、あとでもその楽譜が普通の楽譜じゃないんですよね、あ、昔なんかツーツーレロレロとか言ってた、うん、ツーツーレロレロって何ですか、誰でしたっけあの漫才のね、誰だった、誰誰誰、あ、後で調べといてください、ロツレチ、ロ
で、運指がね、カタカナで書いてあるんですよ。あ、学問持ってくれよかったな。でも皆さんね、はい、ネットでググってもらったら出てきます、はい、社会人の学って縦で書かれてるんですけど、縦穴が5つあるんですよ。はい、穴が5つあります。で全部押さえた音がロロ、あ、トじゃなくてロで、ロ、ツ、レ、チ、ハってなるんでちょっと待って、すごいことになってた、ね、今指がロ、ツ、レ、チ、なるほど。ほんでツーツーレロレロで、カタカナでロツレチがわーっと書いてあるのが楽譜なんで、そこはまずどうしてもドみたいにもう認識しちゃってるから、そこ、ね、なので運指ですよね、ギターで言うタブ譜っていうか。なるなので、面白い、音の高さの表記じゃなくて運指なんですよ、はい、なるほどね。和楽器の楽譜はね、そう、なんか琴とかもそうだろ。そうですね、糸が13本あって1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 と、うんうん、いい金であるんで、うんうんうん、そう、なんか漢字でね、うん、書いてあって、はいはい、とってもパッと見させていただいたことがあったので、とっても難しく認識してしまいますね、うん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 、慣れるまでは、はい、なるほどね。でもすごい、まず穴が5つあることも、うん、5つあるんです、今知りました私、はい、前に4つと後ろに1つですね。あ、そうか、ここで、はい、これを外したりする時もあるんですか、後ろの親指。親指はこうあるんですけど、ほー、まあ、こんな感じで親指を開けたり閉めたり。あ、そうかそうかそうか、はい、でもそれもね、押さえてるあれによって変わってくるという、うん、そうです、はい、すごい。でね、今ねここに5本あるんです、はい、ちょっと下の方でこれは長さがいろいろあるじゃないですか、はいはい、これは意味としてはどういうことなんですか。高い音が出るのか、長かったら、普通の尺八は1尺8寸で尺八っていうんで、はい、だいたい55センチあるんですよ。55センチ、これが標準サイズの長さの尺八なんですけどね。はい、はい、これぐらいです。あ、でも結構ずっしりするんですね。ずっしり、はい、もうちょっと軽いかと思ってましたけど結構重いというか、はい、すごい素敵で、はい、1尺8寸の尺八の場合はそのロツレチ波がレファソラドになってるんですよいや綺麗ずっと聞いてた、レファソラドになってるんですけど、この長さが変わると、うん、変わると、例えばこれ1尺ちょっと短くなりました。6寸ですとミソラシレになってる。それ分かる分かる、ね、レファソラドにミソラシでとか、で長くなると、うん、これ2尺1寸ですけど、チレミファのシャープラかな、このように長くなると低くなって、短くなるとその分高くなるので、例えばバンドとかで、はい、キーが変わるとかね、うんうん、転調するとかいう時はこう一番吹きやすいキーに持ち替えて吹くっていう、そうか、はい、そう、だからね、一回ね舞台立ってらっしゃる時に見たら、うん、途中で変えてらっしゃったんです。そうなんですよ、なんかややこしい曲とかあるでしょ、転調してあ、ね、なんか、あ、かえ、だからなんか違うんだなっていう認識だけは、そういうことだったんですよ、はい、音が短くなると音がちょっと高くなので、むちゃくちゃいるんですよ。なるほど。あと、いろんな古曲とかね、はい、いろんな時代、はい、この時代はなんかこのぐらいの作り方がいいなみたいなの言ったらもう欲しくなるし、うん、あとは管楽器では全部そうですけど、ブラスバンドやってる方はね、はい、知ってると思いますけど、はい、熱くなるとピッチが上がるんですよ、管楽器って。で、寒くなると低くなるんですよ。そしたら僕ら野外でやったりするでしょ、うんうん、そしたら寒い時はピッチが上がらへんのんですよ、うん、ほんで夏の炎天下でやることもあるじゃないですか。そしたら高鳴りすぎてね、なんかむちゃくちゃ音痴になるんですよ。なので同じキーで先ほどのレファソラドや言うてたやつでも、はい、うん、ちょっと高めとかちょっと低めとか欲しいになるんですよ、夏よ冬よみたいな、ね、大変ですよ。そうだね、だからもう見た目は逆に言って全く同じでもちょっと違うってことですね。そうですよ、だから尺八始めた時に尺八は1尺8寸が標準だから1本持ってりゃいいんだよみたいなんてそういう感覚じゃん、すぐに買わされたんですけどなんてことなの、やればやるほどもうなんかもっといるやないかみたいな。いや、でもまあその何かね、コンサートをするとか、まあバンドで一緒にやる場合はもう予備に予備を持っていく感じですね。そうですよ、そうですよね、うん、でもその何、はい、ケースとかももういっぱい持っていく感じですか。そうですね、だからいろんななんか10本入りのケースとか。なるほどね、なるほどね、はい、うん、すごいね本当に、まあそのね、やっぱ楽器される方っていろいろね、はい、移動にも大変だったりすると思うんですけど、尺八
もともとなんか尺八の歴史ってどれぐらいあるんですか。まあ最初はねやっぱこう遣唐使とかあの辺りで、あの聖徳太子が、ね、はいはいはい、吹いたって言われてたりしてるんですけど、やっぱこう時代とともにこう廃れたりまた復活したり、その時代の音楽があったりするので、はいはいはい、まあ一口に尺八って言っても違うんですけど、もともとは大陸の雅楽、うん、あの日本の雅楽あるじゃないですか、はい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 、あのピアーでしょとか七力とか、うん、はい、あれってあの国内に来て、うん、日本的に変化したものなんですけど、なるほど、まあ、韓国とか中国の方にもその雅楽っていうのがあって、うん、はい、その方ではあの竹の縦笛が入ってたんですよね。はい、で、うん、日本の雅楽は尺八のようなものって今ないですけど、七力のあの短いピアーって、あれはリード楽器なので、ね、ないんですけど、もともとはあったらしいんですよ。なのであの最初に日本に尺八が入ってきた時の曲っていうのは、まあ、雅楽、最初に入ってきた雅楽の曲だったんですよね、はい、それがまあいろいろな時代に変化していっ て、うん、今ある尺八、僕が吹いてる尺八の原型っていうのは大体、まあ、江戸時代ちょっと前ぐらいから、はい、でもやっぱりすごいね、時代によって変わってくる。そうなんですよ。それでやっぱりもう私の認識は初めもう和だけのものになってると思ってても、うん、もうね、晩餐時代ね、うん、はい、全然違うものと洋物と混ぜてる、うん、もうそれだけでもまた時代の波でいろいろ楽器のあり方っていうのも変わってきてる感じになりますよね。うん、なので、僕がやってるの先ほどね5つ穴があるって言いましたけど、はい、だからバンドでやるとやっぱり運動性能が悪いんですよね。尺八ってあの、先ほど5つの音が出るって言って、はいはい、やりましたけど、うんうんうん、あの穴を半分押さえて半音が出るんですよ、うんうん、というふうに半分かざすので全部の音は出るんですけど、運動性能が悪くなるんで、僕あのバンドでやったりしてる時には穴を2つ開けてね7個にしてるんですよ。ほっほっ、あ、新たにご自分でやりやすいよね。はいはい、うんうんうん、今全部埋まってます。そうなんです。7つ。でこうするとあの早いあの複雑なフレーズも、なるほど、そうですね、けるので、ああ確実にっていうところです、ね、はい、だからバンド用にまた同じキーが一つ夏用とまた冬用と必要になってくるってことですよね。なのでこのそれぞれの楽器で7つ穴開けたやつと、その古曲とか用に5つだけで穴開けてないやつと、なるほど、っていうことはもう普通に4本5本も同じものでいりますね。大変ですよ。ほんで高いんですよ1本。あのちなみにそれは お聞きしていいもんね、はい、もうおおよその、まあ、ピンキリでしょうけど、はい、どれぐらいの幅であるものなんでしょうね。安くて学生とかが入門用で、うん、やっぱりなんかあの、まあ、プラスチックとかもあるんですけど、やっぱり竹のやつが欲しいって言ってもやっぱ15万ぐらいからかな。うわ、いい値段する、はい僕のとこれとかだったら、ね、うん、まあこれ何本やと思います。まあ、一番お手頃で15万でしょ、うんうん、え、倍とは言わない、倍、いやその私基準が分かんないけど、うん、まあまあ50万なんですよ。え、これも倍じゃなかった、倍以上だった、この3本50万ですね。これは何、機能質によって違うってことなのかな。あ、いろいろ、まあ、高くなる理由はまああるんでしょうね。あるんですけど、うん、一つにはその竹はこの作り方として7つ節があるんですけど、はい、あ、節ね、わかる、うん、節ね、これがあの綺麗な形と言われてますね、今のね、この7つの節が、この一尺八寸の場合はこの感覚でないとわかんないんですよ、感覚、感覚だからこう同じようにちょっと小さくした感じでしょ。だからこの節の、ね、本当ですね、これ今ね長さは違うんですけど、はい、それぞれのその節の間の、はい、均等になってるっていうことですね、うん、でこれがちゃんと節がいいとこに行かないと、あの穴を節の上に開けんといけなくなったらかっこ悪いでしょ、うんうんうん、でも音も変わってきそうですもんね。音も変わりますし、はい、こんな細かいこと知らなかったよね。あとはね、もう竹をね、あ、これはあの 掘る専門の人がね、はい、まあ、まず山で掘ってくるんですけど、うん、その時にこう竹がちょっと斜めになってたりどうしてもするんですよね、うん、そしたらこれをあのためって言って、ちょっとあのこう湿気のあるところであの万力でちょっとまっすぐにして、それで止まるように置いとくとかね、なんかそういうことをするんですけど、すごい、でもそれしたら価値がちょっと下がるんですよ、うん、あ、そうなると高い楽器にできなくなる。あ、そうなんだ、
そこはもう明確に出るんですね。そうですね。あとはまああのこういうのってね、ちょっといい模様でしょ。はい、ちょっと模様が入ってるんですね。あの下が黒くて、ね、うにゃうにゃって、これがあの、ね、ちょっとグラデーションみたいになってますよね、はい。これバクテリアでこうなるんですけど、なんかそれは土の中にいるバクテリアでこういう模様がついちゃうんですけど、あんまり食っちゃうとこれがあの欠けてしまうんで、そうか、またそれもいい塩梅じゃないといけないところ。それがあのこう木が生えてるような模様になるとか言うと、作り手さんがおこれは最低でもこのぐらいの楽器にしようとかね、なんかそういうのがありますし、あとはさっきね、すごいな、すごい重いって言ったでしょ。いや、なんかもっとあの軽いんか、木だからと思ったんですよ。なんか古曲の場合はちょっとこれ持ってもらったらちょっと軽いでしょ、これ大きい割に、さっきのより、さっき初めに持たせていただいたのは長さはあるんですけど、で、うん、これは竹って中であの節があるじゃないですか、はい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 、この節を残してそのぼやーっと出すのが古典の尺八なんですよ。あのコムソウとかね、はいはいはい、だけど今はやっぱり大きな音を出して、その洋楽と僕もバンドやってて、うん、その同じくらい対抗しなあかんじゃないですか、はい、うん、そしたらやっぱりその今の尺八、現代曲を吹く尺八っていうのは中をツルツルにして、で最後漆を塗って仕上げてるんですけど、そうなんですよ、なんか赤、これは黒いですね、このね、粘土みたいなのがあの地って言ってね、あの地面の地って、ね、あの粘土みたいなの作って中を埋めていってるんで、中がツルツルなんですよ。すごい。ほんであのピッチが良くなるようにこう中手作りですわ、うん、ここをもうちょっと持ったらあの良くなるんちゃうかっていうのをちょっとずつしながら仕上げていくんで、すごい何ヶ月もかかるんですよ。いや、そりゃすごいですね、はい、その職人さんもすごいですけど、でももうそんなにはい、いらっしゃるもんなんですか。すごい手間がかかってるのと、かかる、ね、このバランス、竹のバランスっていうのが、あ、これは珍しい、いいのが取れたみたいなのがいろいろ重なってあの高くなっていくんですよね、うん、すごい深すぎる、本当でもすごいですね。でもなんかすごい賢くなった気分、今日。みんな知らないんですね。知らない、はい、知らないよね、このここのね、間の、うん、その均等な感じとか、うん、そう、なんか お伝えいただいたらなるほどっていう、はい、全部納得できるものですけど、はい、そうですね、というところでちょっと一旦 CM 入ります、はい、CM どうぞ。はい、お帰りなさいませ、はい、もう小林夏頭がパンパンでございますいやでも奥深いしすごい。で今日ね、うん、バックミュージックでずっとかかってるやつも、はい、まあ栄翔さんが吹かれてます。そうですね、はい、ちょっといいですか、はいはい、こちらの、ね、はいはい、アルバムの中からちょっと反射して、はい、流していただいております。はい、1曲目から5曲目をリピートで今流しております、はい、これ Amazon でご購入できますか。あ、できますね、はいはい、あの検索バーにこちら出ております、万栄翔で検索ください、よろしくお願いいたします。というところでね、たくさんのお写真もいただいておりますけれども、うん、はい、そうですね、ちょっとこれはバンさんイコール時計っていうイメージもあるんですけど、これがちょっとポスターになったやつね、ポスター、あの腕時計とバンさんと尺八のトリプルでなってるやつございます。お出ししていきます、せーの、じゃん、こちらです。時計も結構すごいですね。そうなんですよ、まあ、あの尺八奏者の万栄翔ですって番組やってんのにあの尺八のことほとんど言わないんですよね今日の方がだいぶ言ってるんじゃないですか今日の方がね、もう初めてぐらいですよ本当ですか、尺八をこんなに喋ったのありがとうございます、はい、そう、でも時計のコレクションも毎回あの、はい、Facebook つながらさせていただいて、はい、今日オンエアはこのことについて話しますみたいな、はい、同じ時計見たことない、まあ、全部につけても余るぐらいじゃないですか。だいたい50本ぐらいを持っててでつけてるの、まあ、あの売ったりしてるんで、あ、そこでローテーションが入ってるだけですね。そうなんですよ、なので、あ、これちょっとはめてたらちょっと、ね、傷つくかなみたいなんであの寝かしてるものもいっぱいあります。それはもう本当に本当に大事なものです、はい、その紹介したりね、すごいですね、はい、あんまり尺八のことはやってないというラジオね、バンさんのラジオはこちらです、情報ございます、はい、ぜひね、お時間になりました FM ギグでご検索いただければ、はい、あれだけ音
声だけ、どっちも生配信もして、生もやそうです ね, すね、どっちもありますので、はい、二元中継で、ね、はいはい、よろしくお願いいたしま す, ます。そして、はい、どうしてもこれを出させていただきたかったので行きましょう。せーの、じゃん。これはバンさんの、あこれはこれね、これ2月に、はい、2月に北海道の手鹿田っていう、はい、ね、あの釧路と網走の間ぐらいですね、あの屈斜路湖とか、はいはい、マシュー湖とかある、あの辺りなんですけど、そこで2月の真ん中辺が一番寒くて、一番寒くて、ま、マイナス10何度とかになる、マイナス10何度、いや、まあ、この写真もね、あのマイナス13度ぐらいはあるんですけど、これはなんか氷の上になんかやってる、この時期にいつもあの、はい、アートフェスティバルがありまして、この地で、はいはい、で、まあ、あの音楽家が集まったり、うん、あのこう絵描きさんが来たり、いろんなアーティストの方が集まって、うん、あのフェスティバルやってるんですけど、うんうん、でまあ、あの家内が書道家 で,、はい、で書道もやっているの で,、うんうん、で僕があの尺八を吹きながら、はい、その書道を書くみたいなパフォーマンスもしてて、これはあの屈斜路湖の上で、うん、マイナス13度ぐらいの上で凍りつきながら、あ、炭って凍らないのかな、そうすぎて凍らないの、凍らない、凍る、凍ってました、だから凍ってないところを使って、でこれあの表彰にね、あの花、あの氷の花っていうね、はいはいはい、あのパフォーマンスで描いてるところのポスターなんですけどね、はい、次回は奥さんもぜひ、あ、ね、ね、はい、ご出演ください、よろしくお願いします、来てますけど、そう来てますけど、はい、ね、ちょっと声だけですいません、はい、あのもう出てもらうには時間がなかったみたいな感じで申し訳ありません、尺八の作り方の話もあります、作り方からね、あのバンさんの場合今度3本撮りでお願いします、はい、みたいな感じになりますけど、はい、もうあっという間に終わりになりますが、うん、ご感想いかがでしたでしょうか、20秒ぐらいで、はい、いやもう楽しかったですね、楽しかったですか、いや尺八のことこんなに喋ったの初めてなんでいやもう最初はね、どうなるかと思いました、だそう、本当、はい、私もどうなるかと思いましたけど、はい、楽しかったです、でもなんかすごい楽しかったですし、はい、いろんな発見と、なんかもうお聞きしたいこと以上に、うん、あのいろいろお伝えいただいて、うん、でもなんかちょっとでもね、尺八が身近になっていただいたり、うん、そうなんですよ、ね、もっと知っていただきたいですね、そうですね、はい、ぜひ皆様いろいろまたコンサートもございますので、はい、万永翔でご検索をください、はいはい、よろしくお願いします、本日は大魔神尺八、万永翔さんにお越しいただきました、はい、ありがとうございました、バイバイ。